2022年、本日、11月の、今日は14日、月曜日です。外の天気、まあ相変わらず、先ほどちょっと笑い話を思い出していて、まあ笑ったら、まあちょっと晴れ間になるというか、まあ光が差し込むというか、まあそういうことですね。まあどんな話を思い出したかって言ったら、ちょっと話横道それるんですけども、北斗の拳というアニメがあったと思うんですけど、まあ、2006年から7年にかけて、もしくは、2005年から2006、6年前後の頃、秀和株式会社で働いていた時に、北斗の拳の、まあ、リメイクの話があって、かなり、画像の画質が良くなった、話をギュッとこう圧縮させて、かといって、そのね、話を圧縮させるのって、話がだいぶ抜けすぎると難しいんですよね。声の形でしたっけ？映画。私の方から提案させていただいて、まあ映画化してもらったんですけども、三部構成ぐらいにしなかったら、やっぱりちょっと、内容が2時間程度では凝縮するのは無理があったと。で、まあ北斗の拳のそのリメイクは、ラオウが、ケンシロウと決着つくところまでで、その続編がないんですよね。で、何の思い出し笑いをしてたかって言ったら、その後の北斗の拳のその話の後は、玄徳王拳とか帝都とかの話になるんですけども、その後、修羅の国という形で、ケンシロウがよその国へ海を渡るんですね。すでに、その前の、玄徳王拳で、ヒント出てるんですよ。中国の貨幣の価値が、貨幣の価値じゃなくて、貨幣の名前が玄でしょ。玄徳王拳って、昔、皇帝さんがいらっしゃった国ですから、だから玄徳王拳と、北斗神拳が勝ってしまったと、一応神様つけてるから、なんとか話、折り合いつけてくれという、そういったところのね、話があったとかなかったとか、そういうふうな話があるんですけども、そのね、修羅の国へ渡ったということになりますけども、戦国時代の話とか、私のホームページ、淡井圭介の日記、ブログでもいいんですけども、97地震についての最後の方のところに、昔いた八旗将軍の話について記載してます。40万人を生き埋めにしたとか、そういう記録は残ってますけども、その当時から鉄の採掘とか、いろんな金属の採掘してたんですよね。で、穴を掘ったりしていて、その洞窟が崩れただとか、長い間文官として、その現場の指揮されていた最高司令官が八旗将軍、城を切ると書いて、八旗でしょ。だから城を作ろうとしていて、いろんな金属とか石垣とか採掘しなきゃならなかった。石垣を作ったりするのも、誰も運ぶの失敗したら人死にますからね。だから合計で、それらの工事で死んでしまった、民間の人たち、もしくは公務員みたいな人たちが合計40万人いましたっていうのが本当の話であって、本当にお互い刀振り回したりとかして、殺し合いなんかしてるような時代じゃないですよ。そんな余裕ないです。自然界のその生き物を、その頃は嫌で、イノシシとか打ち取れないですからね。ちょっと刺さる程度ですから、無理です。めちゃくちゃ怒ってかかってきます。そんなことしたら。落とし穴とかでどうにかして獲物を、買っていた方なんですよ。で、大きなイノシシだと200キロほど本当にあるイノシシはあります。で、日本でもヒグマに関して2メートル30センチぐらいあるヒグマとか本当にいるときはいます。大抵のクマは、1メートルそこそこなんですけども、まだ成長しきってないんですよ。で、ヒグマとまた違う種類だったりするんですけども、ヒグマは本当に2メートル30のヒグマとかいますから、
人間が太刀打ちできるものじゃない、それもあのちょっとした拳銃じゃ太刀打ちできないですね。あの強力な威力のあるライフルとかじゃなかったら無理です。まあマグナム44マグナムだったらどうかなというところなんですけども、まあ44口径といって、4.4センチ、まあつまり44ミリの口径なんです。だから弾丸がまあだいたい直径が44ミリほどある弾丸なんです。だから 4.4 センチって結構幅あるでしょう。それが弾丸で、それを高速で打ち出して、もちろんピストルの中螺旋状に作ってますから回転感があるようになってるんですね。でそれでまあ、うん、威力を、殺傷能力を上げてるんですけども、まあね、海外のアメリカとかカナダとかの大きな熊なんかもっと大きいですからね、3メートル近くあるんじゃないですか。クレーンで釣り上げてましたね、仕留めた後、ライフルの、まあ、スナイパーの方が仕留めて。まあ、日本の場合は、熊とかの大地は、だから警察官が所持してる拳銃じゃ無理ありますから、自衛隊が行うことになってます、法律的に。これは本当の話です。ちょっと話横道それましたけども、ちょっとね、その面白い話を思い出してね、ゲント貢献言って、その後、まあ、その修羅の国ね、何が修羅の国かと言ったら、中国もだいぶ戦国時代の話で、多分小説書きの人たちがいたんだと思うんですよ。で、まあ、物語を書く人たちね、今の映画の脚本家の人たちみたいなものですよ。作り話で作ったのに、それが本当の歴史として残ってしまった、みたいな形になってしまったと。で、日本の、その、橋本徹さんが、知事か、大阪知事か、市長の頃に、日教組が悪いとか何か言ってたじゃないですか。あれ何かって言ったら、日本の教科書も3つか4つぐらいあるんですよ。もう細かく分類したら昔10いくつあったらしくて、10個ぐらいあったのかな。もう僕もその辺のところはちょっとわかんないんですけど、昔ってじゃあ何年前なのっていうところまで遡らなきゃなんないですから、教科書によって記載してる内容が違うんですよ。だから本当のことを記載してる、例えば弁慶に関しては、京都の都だったと思いますけども、刀を対等したまま入っちゃダメですよって喧嘩になった時に、本当に刀抜く人とか出てきたら大変なことになりますから。だからここにちゃんと預けていきなさいと。で、ちゃんと名前書いてますかと。誰の持ち物か分かんなくなりますよと。こっち側も、その人物の名前の書いたものは預かっておきますからと。あなたもこれ預かっておきなさいと。これが証明書になりますからと。まあ、その当時から紙がないと、預かった後の返す方も無理な話になってくる方ですよ。写真なんかありませんから。誰が預けたか分かんないと、嘘つくやつ現れたらもう終わりですよ。その時代なんかもう刀なんかよっぽど身分の高い人間しか持てなませんでしたから。まあ大体どうせ竹槍の世界ですよ。で、本当にそんな戦争があったかっていうこと自体が疑わしいっていうことなんですよ。そんなに長い距離、鎧とか槍持ったまま歩けない。やり返すっていう言葉が、広辞苑とかで、言葉の意味とかで、間違えてるんですよ。殿様とかに、戦の時に、槍をこれを持っていきなさいって言われて、全身フル装備で鎧プラス、刀プラス、大量の水背負うでしょ？で、槍持つでしょ？どんな重さになるか考えたことありますかと。あなた平地のこと歩くことしか考えてないでしょうと。ちょっとやそっとの体を鍛えたことある人が平地歩くぐらいだったら、それは何キロかぐらいだったら歩けると思いますよと。何十キロも山の中アップダウン、ダウンで急な坂なところ行ったら、止まりませんよ。本当に装備重かったら、足止まんなくなります。おーってなりますから、止まらんって、まずいって、その先に壁があったらぶつかります。僕もね、修和株式会社で働いている時に、給油に帰ってきた時に効率よく体を鍛えるために、休憩時間に、まあトレーニングを行ったりしてたんですけども、片手にね、右手に、8キロのダンベルと左手に10キロのダンベルを持って、まあ短距離の全力疾走をすると。それで足腰と両腕の筋肉を効率よく鍛えようとしたんですけども。18キロあるでしょ。全力で走ったはいいけど止まれなくなって、壁に思いっきりトタンみたいな壁なんですけども、金属製の。思いっきりぶつかって、ものすごい音が響いて、事務員さんがびっくりして飛び出してきて、車が突っ込んできたんかと思ったって言って、まあびっくりして飛び出してきてたんですけども、まあね、そういう話したらいっぱいあるんですけど、あのね、もう中国4000年の歴史も、
三国志の話も本当は、あの数、石壁の戦い、絶対嘘ですよ。その、魏の曹操が80万ぐらいの大軍で、蜀と呉のあの連合軍に、襲いかかってきてますけども。80万人も乗る人間と水と食料と武器、いろんなものを乗せる馬含めて、そんだけの木、いきなり切って加工して船作れますかって、ちょっと考えたらわかるでしょって。あの当時も、広東語とか、いろんな地域によって、中国も国土広いから、地域によって言葉違うんですよ。日本も、沖縄は日本ですけども、沖縄の元々の独特の言葉ってあるんです。日本語と全然違います。だそういう風な言葉で喋られたこと、僕一回若い頃友達とバイクをフェリーに乗せて沖縄に旅行に行ったことあるんですけども、まあ実際米軍の航空機がどれくらいうるさいかとかそれは確認しました。で、本当に戦争があったのかなどうかな、でその地下のね防空壕みたいなところ、退避所とか確認しに行きました。本当にで、いや、そのテレビが昔からフェイクニュース流してるでしょ。だからどれが本当のことが分かんなくなった時、みんな旅行し始めるでしょ。余計ガソリンなくなるって、石油の残存量の問題があるのにって、それが元で地震も発生してる部分あるんだと、その採掘で空洞が出来上がってと。それ本当に皆さん分かってますかと。プレート説なんか言い始めたのが大学の教授で、僕は給料の算定表とか出してますけども、東京大学の教授の給与が高いでしょ？月給100万超えてるでしょ？本当に君たちも嘘ばっかりついてきたくせに、本当にもう国から金を巻き上げて何をしてるんだと。いつまでも嘘をつきっぱなしにいないで、さっさとテレビに出て本当のこと言いなさいと。まずは謝罪会見から物事を固めなさいと。まあそういうところが本当の話なんですけども。僕の一言で、東京都の世界ランキング順位随分変わります。これが本当の話です。淡井圭介をテレビに出さないんだったら、もうテレビに出てる連中もずっと嘘言いっぱなしで、自分がたくさんいろんな情報をアナウンサーとかも喋ってきたから、どれが本当で どれが嘘で、自分がいつも嘘を言ったかも分かんなくなってると。もう手に負える世界じゃなくなってると。でそこへまた大卒そこそこの人間が飛び込んできたりするでしょ。新人アナウンサーとしてこんなもんもう絶対無理だと、こんな世界無理だということでね、どこから物事固めるかで、もう淡井圭介をテレビに出さないんだったら東京都の大学世界ランキングで10位以内に入りませんっていう話にもうしてます。世界と話詰めて、もともと東京都、東京大学のランキング、40何位だったんですよ。それを私が、いや高卒出身の定時制高校出身の僕でもここまでできましたよと、それ学歴社会って間違えてませんかと、違うんじゃないですかと、キャリアですよ。キャリアっていう意味は実績です。で、エリートということは選ばれた人で、それは選挙とかのことです。まあ人事部に選ばれる人とかもいますよ。もちろんね、人事官の人とかがいらっしゃって。だけども、基本的には実力社会じゃないと世の中制御なんかできないんです。で、僕は実力主義です。だから中国4000年の歴史に戻りますけども、北斗の拳の話に戻りますけども、ね、もう一回言ってきてとか、こんな言葉聞いたことあるかもしれませんけども、それはテレビ出てるね、映画とかドラマ作ってる人たちがふざけ始めて言い始めた言葉で、昔はペーパー、つまり紙がなかなかなかったから、木とか竹に文字を書き込んでいたんですよ。で、倉庫の中にそれが積み上がっていくと、記録が。あの山の中に行ってもう一回調べ直さなきゃなんないんですかと。文官の方もついに皇帝にもうそろそろご自分で確認しに行ってくださいと、もう3回聞かれてますよと、私も3回ほど伝えてますよと、我慢の限界が来てついに、自分で見に行ってきてくださいと言い出した人たち、それぐらい強いんだったら上切ってもええわと、まあそういう風な意見が他の人から上がってくると、大体皇帝の子孫の人たち、もっと昔からの皇帝の子孫の人たちが各国のトップとかについてるんですよ。日本も同じです。もう関白の頃から天皇家の人たちの祖先の人、子孫の人たちが、関白についたりしています。だから、源氏と平家で何してんのっていう話で、もともと天皇家でしょって、何を親戚争いで。
だからどっからどこまであの話も本当かわかんない。壇ノ浦の合戦とかで源の義経が馬で崖を下っていったとか、そんな話はありますけども、本当のところ道間違えて崖落ちていった方かもしれない。で、小説書く方の人が、向こうの方が偉い人でしょ？だから気を使って、話なんとかしてごまかそうとして、かっこよくしてごまかそうとした方かもしれません。常識あったら、崖の下なんかに、馬で駆け下りようとしません。木が生えてるから絶対無理です。ちゃんとした山自分で歩いて見に行ってください。僕、見に行くんがもう、嫌だったら、僕のホームページ、淡井圭介の履歴という、まあ、ホームページでもブログでもいいです。 46.1 番石井ダムからカラスガラの水源地へっていうので、カラスガラの水源地と石井ダムの間のところを密林みたいなところを歩いてますから、山の中って本当はああなってるんです、もともと。で、参勤交代でたくさん歩かせて人を草生えてこないようにどうにかしてた方です。放っていたらいくらでももう草生えてきますから。これは本当の話です。一旦、この話はここまでにしておきます。中国四千の歴史、まさに修羅の国だと思いますよ。みんなで記録もう一回見るのって。まさに、もう一回行ってきて。本当はもう一度行ってきてくれるのが、これが正しい言い方、もしくはもう一回行ってきてとか、そういうこと